流儀は、三岡自動車が、市販車の二代目トヨタカローラークシオ、および三代目トヨタカローラフィールダーをベースに改造、販売するクラシカルな外観を持ったセダン型、およびステーションワゴン型のバイクカーである。ベース車両は二代目トヨタカローラークシオ、および三代目トヨタカローラフィールダーであり、かつての日産、クルーサルーンをベースとした初代が流と同じく、 英国車のロールスロイスシルバークラウド2をデザインモチーフにフロントバンパーを含むノーズ部分およびリアバンパーカウル部分をハンドメイドで製作したアクシオ、およびフィールダーの完成車両をトヨタ自動車東日本宮城大平工場より輸送された後ボディの内外装を分解し一台一台職人の手作業によりカスタマイズする方法が取られているエンジンは ガソリン車にはアクシオおよびフィールダーと同一の1.5リットル直列4気筒の 1NZFE および 2NR フックが搭載され、ハイブリッド車にはアクシオハイブリッドおよびフィールダーハイブリッドと同一の1.5リットル直列4気筒の 1NZ フックスが搭載される。シフトはガソリン車には 5MT と CVT が用意され、ハイブリッド車には電気式無断変速機が用意される。 特に、ハイブリッドモデルについては、三岡としては、初採用にして、唯一のハイブリッド車となる。ただしベース車の握手を、及び、フィールダーと異なり、1.3リットルの 1NR、FE、1.8リットルの 2ZR フェイを、搭載した各ガソリン車、及びハイブリッド車のベースグレードに相当するモデルは、用意されない。ある物事に対するその人なりの、やり方、スタイルを表す。 流儀から、ありがとうございます。